アグノースティック、シードエクステンションラウンドで610万ドル、約8億円の追加資金を獲得。トロントにあるアグノスティックは、オープンソースのワークフローオーケストレーションプラットフォームであるコバレントを開発する量子ソフトウェア企業です。今回シードラウンドのエクステンションとして、610万ドルの投資を受けました。 これは2021年5月に受けた2000万ドル約26.5億円のシードに続くものです。今回の投資はディファレンシャルベンチャーズが主導し、スカウトベンチャーズ、テンシリティベンチャーパートナーズ、グリーンエッグベンチャーズ、ジェーンストリートキャピタルの代表、ロブグラニアーリが新たに参加しました。 資金はコバレントソフトウェアを導入したコバレントクラウドの開発を継続するために使用される予定です。コバレントクラウドは商用であり古典及び量子プロセッサの活動を統合し一種コンピューティング環境で計算問題の解決を容易にします。この追加資金に関する追加情報はクワンタムビジネスマガジンをご参照ください。